最初スカッドを組む段階でなぜか、フォーバックにすると、RSB と CB、2枚と GK が同じになるという、バグが起きてました。とりあえず試合してみたかったので、試合に行ったら、マッチングした、あとスタメンを決めるところで、3人くらい顔なしで、誰もいない状態になってました。そのまま試合に行くと、あのような現象が起こってました。